ばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは。学校疲れた。めっちゃ今日めっちゃ疲れた。そう、帰ってきたばっかり。こんばんは。くまちゃん、晴れてさん、ありがとうございます。と、あじさいさんもありがとうございます。ココナッツさん、ハートさん、ありがとうございます。くまくまちゃん、バラさん、ありがとうございます。そう、明日もね、今日ぐらい同じ、今日と、うん、お疲れ様です。だから配信はできたら朝やりたいな。朝やんなきゃできないかも。ゆういちろうさん、アジサイさん、ありがとうございます。うん、今日は学校ですよ。もう疲れすぎて何もしたくない、めっちゃ。そう、シースルー、うん、ねえ、もう疲れた。もうなんかね、疲れた。うん、こんばんは。同じタイミングですか？毎時間、毎秒毎秒溶かそうと。うん、お久々に簡単な配信見れた気がする。ありがとうございます。久しぶりです。うん、こんばんは。そう、なんか最近ほんとショールームできてないから、できても何分とかちょっとしかできてないから、そう、ショールームのそうフォロワーさんが伸びなくって。うん、ゆきたんさん、ハートさん、ありがとうございます。だからそう頑張らなきゃなって思いますね。間違えた。まあ今日この頃の、今日この頃の俺だ。テロップ書いてなかった。うん、3ま立ちつ出ます。うん、これでいいかな。はい、こんばんは。私変わりましたかね？そんなに変わってないですよ、全然。あ、今日もメイクしてない。今日は本当にメイクしてない。コンタクトだけした。この距離じゃ見えないですね。ゆいちろうさん、バラさん、ありがとうございます。明日ダッチャですか？明日ダッチャ本当に？明日ダッチャですか？明日ダッチャ本当にあるの？明日ダッチャ本当にある？さあ、猫さん、花束さん、ありがとうございます。カリン、そんな目してたっけ？やめてくださいよ、私に整形疑惑立ってるの。やめてください、整形なんてしてません。ゆうくんさん、ハートさん、ありがとうございます。うん、そうこんばんは、皆さん、こんばんは。してないですよ、整形なんて。だって整形したら毎日配信してますもん。え？毎日配信してるから整形なんてしてないし。うん、整形したらそうですよね、あれだよね、眼帯何しなきゃいけないんですかね。そう、そう、やめてくださいよ。そう、もうやめてください、見ないでください見ないでください。ちょっと見せられないです。ちょっと見せられないですので。こんばんは。見せられないのでね。うん、
さん、ハートさん、ありがとうございます。そんな見ないでください。私整形なんてしてないんですよ。してないですけど、何か、そう、髪綺麗になったの変わったかも。そう、こんばんは。地雷メイク、地雷メイクね、うち可愛いよね。可愛い色使ってるよね。ちょっとあれですね、私メイクちょっとしなきゃな。明日はちゃんとする。明日はちゃんと、帰ってきたらちゃんとメイクする。毎日可愛い、ありがとうございます。あ、アイアンさんの配信始まった。 PPAP ペンパイナッポーアッポーペン、ご時間輪輪完了ありがとうございます。ご時間輪輪完了ぽいありがとうございます。雰囲気、雰囲気、そんな私雰囲気整形してないですよ。やめてください、疑惑出すの。皆さんやめてください。そうですね、雰囲気なんて整形してないんですよ。やめてください皆さん。声可愛くなった、ありがとう、嬉しい、嬉しい。お、初見さん、初見さん、フォローさん、お願いいたします。初見さん、フォローさん、お願いいたします。初見さん、フォローさん、お願いいたします。そう、今日はね、あれ、ノーメイク、あの、帰ってきてメイクする時間なかった。こんばんは。そうですね、なんでだろうな、そういう時期なの。ちょっとコンタクトがね、なんかあんまりあれ、なんかちょっとずれるけど、ほう、なんですよね。いや、本当はそう、メイク したいんじゃないですか、人様に自分の顔を晒すのに。まあでも、そんなこと言ったら朝配信してるけど、コンタクトは怖くないですよ。怖くないけれども、私が初めてやった時は3時間、そう、お店にずっと3時間かかって、あの、入れるのは簡単だったんですよ。で、取り外すのが難しくって、それに本当に苦戦しました。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。声すると女の子ってすぐ綺麗になるよね。私の場合は綺麗になったところで見てもらえないというか、やっぱりそう、私のその好きな人は、や、あの、画面の中にいるじゃないですか。どんなに努力して可愛くなったとしても、その人は私のこと存在すら知ってくれないんですよ。あ、なんて切ない話だ。こんばんは、くまくまちゃん、バラさん、ありがとうございます、ありがとうございます。私はこの指でこうやってコンタクトをつけます。そんなに私雰囲気変わったのかな。私雰囲気変えてないよ、なんでだろうな。思いますよね。初見かと思ったら45回目だった、ありがとうございます。お、誕生日、お、おめでとうございます。お誕生日、北海道の群馬リアさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます、おめでとうございます。こんばんは、晩ご飯って呼ばれたから行ってくるね、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。ビブラードいいですか。あ、
お誕生日をすみれんれさん、お誕生日おめでとうございます。はい、よくさ、豆柴さん、ハートさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、こんばんは、こんにちは。しんいちさん、だるまさん、ありがとうございます。皆さんぜひぜひ、そう、ぜひ皆さん、あの、まだフォローしてないって方、フォローよろしくお願いします。うん、バリビの言い方、そうですね、おめでとうございます。まあ、最先端を行くので、インフルエンサーは最先端へ行くので、そう、初めてのバチコの体にいた時から大人っぽくなったね。ありがとうございます。確かに、そう、初めての時よりかはちょっと顔変わったかな。うん、顔は変わるってことはないと思うんですよね。顔って変わるかな。ただそう、なんかちょっとメイクとか変わったかもしれない。それはそう。ショールームフォローしてありがとうございます。ありがとうございます。ハートポチッとして白くなったピンクにしてください。なんで私になんか変わった疑惑あるの、すごいですね。何もしてないんですけれども、お時間とあってありがとうございます。北海道のグンマニアさん、ハートさん、ありがとうございます。大人っぽい雰囲気出てる。そう、ちょっとね、アイラインを広角かだけでも、そう、あの、お顔って変わるから。あと唇の色とか、なんかカサカサすぎだな。あと眉毛とかね、それだけでもね、顔って変わりますよね。北海道の群マニアさん、かわいいさんとアジサイさん、ありがとうございます。初見さん、フォローさん、お願いします。初見さん、フォローさん、お願いいたします。うん、そう、メイクってすごいですよね。メイクアップ、あと髪の毛もね、髪の毛も本当に変わる。私今伸ばしてるんですよね。やっぱり髪は長い方がいいですね。うん、北海道のグマニアさん、白樹さん、ありがとうございます。お、あやかんちゃん、ハートさん、ありがとうございます。レポート終わらない、レポート頑張って。カラツコ不純情さん、ハートさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、そう、いろいろあるんですよね。そう、なんかでも、そう、髪を最近綺麗にしてから、そう、毎日美容院に行きたいなっていう思いが出てきたんですよね。そう、毎日ずっとやっぱりそのままの髪の毛を保ちたいじゃないですか。それがあの、あれですね、ちょっと難しいですね。ずっとこの髪の毛を保つにはどうすればいいんだろうって思います。ゆいちろうさん、めちゃかわいい、めちゃかわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、髪ね、いつか染めてみたい願望はある。毛先とかインナーカラーとか、いつか染めてみたいなって思ったことはある。うん、そうなんですよね。そう、髪の毛サラサラ感あった方が、あー、すごいいい、なんか自分の中でも気分が高まるので、そうなんですよね。うーん、レポート頑張って、私も頑張る。ピーピー、本当は頑張りたくないんだ。台湾夜嵐さん、ハートさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤーさん、クマさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、
若潮さん、ハートさん、ありがとうございます。インナーカラーっていう響きがいいですよね。でもなんかそう、自分で言うのもあれなんですけど、そう、私の元々の髪の毛が茶色だから、あの染めるのは、そうですね、あれですね、留年はやめてね。そう、でもなんか学校髪の毛染めてってる人とか、ピアス開けてる人がそういっぱいいて、え、マジかって思ったんですよね。エアさん、音符さん、ありがとうございます。お、194日毎日配信おめでとうございます。ありがとうございます。お、初見さん、フォローさん、お願いいたします。初見さん、フォローさん、お願いいたします。うん、こんばんは。でもね、今のところね、ちゃんと真面目に頑張ってるよ。そう、めっちゃね、怖かった。そう、髪染めてるじゃんって思って。で、耳見たら、なんかめっちゃなんか耳、めっちゃね、やばかった。もうね、いろいろジャラジャラしてて、あ、これが高校生なんだって思ったけど、高校生って何なんだろうね。うん。そう、真面目でしょ。そう、いつぐらいになったらピアス開けようかな。ピアスね。ピアスの方、なんかでも私耳にあんまりつけないけど、そう、なんか綺麗な大人の女性とか、あのすごい、なんだろう、ピアスつけてんの美しい、めっちゃ、からいつか開けたいけどな。鼻抜きないですよ。そう、イヤリングいっぱい持ってる。うん、ピアスなーじゃないですよ、見てください、ちゃんと。こっちも見ますか、開けてないじゃないですか。そうやって私にピアス疑惑を出させて、本当にダメですよ。うん。お、ブルーさん、こんばんは。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 鼻ピアスしたらさよならする。鼻は開けないです。鼻ってここ通じるの、鼻ってどこに開けるんですか、ピアス。だって一箇所に開けても、一箇所に、どうなるんでしょうかね。そう、なんか耳のここに開けるのもなんか痛そう。ほう、ブルーさんね、ピアスじゃないよ、ピアス開ける人じゃないよ。ほう、これ軟骨って読むんですか？軟骨？へえ。そう、こことかこことか、普通ならここじゃないですか。私もでも、もし開けるんだったらここだけがいい。だって、ブルーさん開けてみたいんですか？ジェジェジェ。そう、もし、そう、もし開けるんだったら、そう、多くても一つかな。そしたらね、ベロのところにね、ベロのところにね、開けてなさそうな子がめっちゃ開いてるのいいよね。それ素敵、それ素敵。うん、そう、なんかね、ちぎれると、そうなんだよね。なんかママがピアスしてて、ライブ行って誰かの、その時になんか長いピアスしてて、わーってなったんだって。でその話を聞いてから、そう、ピアス、って思ってんですよ。ちょっとそういうこともあるから、だから、そう、そうですね、怖いんじゃないですか。そう、穴に開けるなんてね。そうね、おへそもね、おへそもできるよね。
こう、それなるね。こんばんはね、おへそね、痛そう、めっちゃ。ジェママヤンチーじゃないよね、ブルーさんね。オロピーさん、アジサイさん、ありがとうございます、ありがとうございます。でもおへそは痛そう、本当に。ガイラのグマニアさん、ハートさん、ありがとうございます。え、唇は初めて聞いたかもしれないね。え、私に似てないよ、絶対絶対私に似てないよ、絶対私に似てない気がする。YSA73 さん、バラさん、ありがとうございます、ありがとうございます。え、これまぶたに開けてる人ってことですか。え、まぶたに開けて、え、どういう、あ、あ、ここここここですか、ここですかここに開けるんですか怖い怖い。ブーさん間違えた、それは重症、本当にそれは重症。まぶたか、まぶたか、まぶたは痛くないですかね。え、ブルー、なんだとブルー、似てるかな。絶対似てないと思う、絶対似てないよ。こんばんは。そう、お医者さんでね、開けた方がいいよね。なんか、そう、なんだろう、ピアッサあるじゃないですか、で開けるのとか痛そう。でもお医者さんもお医者さんで痛そう。え、そう、絶対さ、だってピアスなんてさ、耳にさ穴開けるんだからさ、そう、痛くない、痛くないって言っても、え、絶対痛いでしょ。あ、安全ピンいた、消しゴムを、ここに消しゴムを耳の裏に打って安全ピンでバンってやる人。あ、私の白い髪どっか行っちゃった。やってる人いましたよ。そうね、そう、消毒とかありますよね、開けた時、開けたら消毒とかしなきゃですよね。オナピーさん、ハークジュさん、ありがとうございます。そうね、安全ピンの使い方間違ってると思う。ね、開けるならお医者さんですね。8メンバーね、開けてる人誰でしょうね。カリンは開けないでね、カリンにいつかは開けるよ。だって人生一回きりだもん、開けてみたいよそりゃ。でもピアスってね、塞がるよね。でも塞がるよね、一回開けても。怖すぎ。そう、耳開けてみたい。なんか、まあ、普段からそんなイヤリングつける人じゃないんですけど、すごい可愛いイヤリングじゃなかったんですよね。そう、すごい私がすごいタイプなのがあって、あの、でもそれがピアスで、もうなんかすごい、あー、ピアスかって思ったんですよ。え、すごい本当に一目惚れして、本当に欲しいなって心から思ったんですよ。でも、そう、あ、でも私、そう、
買ってもなって思ったから、そう買ってないんですけど、うん、そうですね、そういつかね、いつか開けますね、いつか開けたら、そう顔中ピアスは気にしないですよ。だってあれですね、あのもしそうあれあれなんて言おうとしたんだっけ、忘れちゃった、あそうだった、あの私がもし開けるなら一つだけかもしれない、金属アレルギーだったらフルートできない、うん、そう、でもなんか今の時期そうなんかいろんな友達開けてるから、そうあこの子高校デビューしたんだなっていう子いっぱい開けてるから、そうそういう子見てると羨ましい。北海道のグンマニアさん、バラさんありがとうございます、エアさん、ナルマさんありがとうございます、りょうくんさん、まめしばさん、バラさんありがとうございます、こんばんは、皆さんこんばんは、うん、こんばんは、気づかれる気で言うもそれきつすぎ、なんか友達の水部の子が金属なんかフルートやってたんだけど、なんか金属アレルギーになったからパーカッションに移動した子がいたんですよね。うん。こんばんは。開ける開けるって言って開けないってです。開けないよ。でも一人ではね、あの開けないかな。うん。今日は暑かったですね。こんばんは。うん、皆さんこんばんは。私ね今日ね、今日ねちょっと自慢したいことがあるんですよ。今日ちょっとね高校生っぽいことしてきたんですよ。あのそう学校終わって、そうあの友達とプリクラ撮ったんですよ。どうですか、パリピですか？はい、パリピじゃない、パリピじゃないですか。唐揚げ専門店、それはもう幼稚園の時から行ってないな。うん、ほう、そうね、友達と揚げに行く人多いですよね。そうね、そうですよね、大春ですよね、ね、青春ですよね。もうなんか、あ、待って、私これって待って、本当に私 JK してるかもしれないって心から思いました。うん。そう、JK みたい、本当に。そう、いや、JK みたいというか、そうなんです、JK なんですけれども、うん。そう、よかったよ。だって、そう、まず一つ、そう、友達が今日たくさんできたし、そう。からとてもそう最高でした、楽しかったです、うん、そうそうなんですよね。そうなんかでもねクラスの人もね、なんかねそういっぱいなんか4人くらい 4,5 人くらいツイステやってる子いて、そうそう、まあツイステ、そうですね、人気だからね、人気だから、そう同担さんはいなかったからよかったけどね、うん、そう楽しい、もう中学校と大違い、うん、黒岩くんはねいなかったよ、なんかいるかなってちょっとずつ期待したんだよね。あなたも先生、黒岩くん探してる先生、僕先生のことが好きです、隠した黒岩くん瞳のふ面白い、これ本当に面白い。ダダダダダ、いけばダダダダ、ジャラジャ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 、ダダ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 ダ
れ好き、めっちゃ。え、この歌好きなんですよね。なんて題名出したっけね。この歌すごい好き。うん、これ学士芸人行きますか。中学生日記見たいな。そう、すごい見たい、めっちゃ。うん、よくさん、豆柴さん、音符さん、ありがとうございます。え、なんで私そんな、そんな、そう、黒岩くんとあの有村架純さんのモノマネ上手じゃないよ。ただ中学生日記はね、本当に感動しますね。本当に感動するから、そう、見た方がいいと思うんですよ、絶対に。あ、プロローグ、それだ。すごいハマって毎日聞いてた。お、初見さん、あ、髪がないので、初見さん、フォローさん、お願いいたします。初見さん、フォローさん、お願いいたします。うん、フォローさん、お願いいたします。見てるよ、面白いですよね。面白い、うん、そう、え、夕日の写真、それはやばすぎ、それはやばすぎ。ただね、そう、最後、そう、お決まりでね、そう、なんか車乗ってるの黒岩くん追いかけるけど、ね、お決まりで転ぶんですよね。うん、ゆういちろうさん、かわいいさん、ありがとうございます。うん、メモフォローお願いします。左目、左目ね、そうです。あー、ちょ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 っと、うん、ほんとに胸キュソ、めっちゃ。うん、フォローしました、ありがとうございます。うん、こんばんは。もうなんか切ないんですよ、もうなんか本当に。あ、またこういう話になっちゃうんですけど、そう、あの教師と生徒っていうね、教師と生徒ってダメなんですよ。教師と生徒が関係持ったらダメなんですよ。ダメなのに、ダメなのに、ダメなのに、はあ、ダメなのに。そう、あのね、そう、関係者の人とか、そう、親とかね、いろいろと、いろいろとね、止められてたけど、そう、そう、やっぱりね、そう、恋ってね、一回好きになったら止められないものなの。だって、そう、私は、そう、まあ、私の場合は画面の中にいるから、まあ、そう、現実を見て止めることはできているんですけれども、そう、実際の、あの現実だったら、そう、現実だったら止められないし、やめられないし、止められないし、やめられないんですよ。先生に恋してないです、私にそういう疑惑出すのやめてください。そう、儚くも強く舞う心、花のように、チャチャチャラララ、チャラチャ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 ラチャ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 ララ、咲き誇れ。夢の先生いなかった。私ね、まだね、担任の先生しか顔覚えてないんだよね。うん、そう、うん、そうなんですよ。なんか、なんか画面の中にいたら、そう、まだだって会えないじゃんから、そう、止めることはできるんですけど、そう、あの現実ね、あ、ちょっと赤ちゃん泣いてる。そう、現実の場合本当に止められないから、うん、私もそうですね。そう、あれは幼稚園の時かな、幼稚園の時はあれだね、顔なし好きだったかな。こんばんは。うん、そう、そう、私はね、私が好きなのはね、リドル。あー、ちょっと、私が好きなのはね、リドルだから安心して。待って、なんか落ちてきた。待って、なんか落ちてきた。ダンダダ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 ダ
スラーの民とマー君さん、ハートさん、ありがとうございます、うん、顔なしが初恋でした。人間じゃないから。そう、これだったよ。こんばんは、こんばんは。うん、これでカメラ拭こう。そう、これちょっと裏返したらダメだけど。そう、扱い相手がね、そうだったんですよ。扱い相手がちょっとね、変わった人だったから、そこからちょっと私がずれてったかな。うん、皆さんありますか？画面の中の人を好きになってしまったこと。切ない。うん、オノピーさん、だるまさん、ありがとうございます。うん、お化け屋敷は怖いけど、怖いけど興味あるから平気ですよ。うん、うん、今、なるほど。あ、カリンリンですか？カリンリン？カリンリンですよ。そう、裏返したらね、ちょっとリドル、あー、かっこいい。はい、うん、取材はしてる人です。素敵、本当に素敵。なんかそう、なんか人間って感じがして素敵。こんばんは。なんかそう、人間って感じがしますね、皆さん。あ、待って、ともえけいさんの配信始まった。にやきちゃった。北海道はグマニアさん、かわいいさん、ありがとうございます。いいな、いいな、人間っていいな。うん、ちゃだだ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 。人間そう、二層下層かね、昔話。うん、かいいわね、人間だと思いたいな、人間かな。うん、何なんだろうね、私って。うん、あー、カラオケ配信やりたいな。カラオケ配信でもしよっかな。さてと、カラオケ配信でもしよっかな。うん、いいな、いいな、人間っていいな。子供の帰りが待ってるかな。うん、じゃあちょっとイヤホン、ちょっとオッケー。うん、お、あっちさん、タワーさん、待ってね、でっかい紙が。あった、これかける。
るかな。じゃあ書きますね。ありがとうございます。いいな、いいな、ありがとうです。ありがとう、タワーです。かりん、人間の絵でも描いとくか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。いいな、いいな、人間っていいな。どう？人間、あ、ダメだ、髪の毛ない。お化粧しなきゃ、お洋服着せなきゃ。あとね、愛嬌。どう？いいな、いいな、人間でいいな。歌詞が分かんない。どうですか？あ、キャップ。自画像ですね、これは。そうです、自画像です。ツインテールなので自画像です。よいしょ。いいな、いいな、人間でいいな。なんかこれなんかごちゃごちゃしてきたないかもしれない。これまだ取ってあるんだ、捨ててないよ。子供の帰りがなったらなななに歌いましょうか。ノーリーさん、バラさん、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そんな気しましたか。カラオケって書こう。カラオケ、この前の7日は、だってショールーム多分見てないから何も言われなかったよ。いいな、いいな、人間っていいな。あ、挨拶から始めよう、歌を。挨拶から始めよう、歌を。久しぶりです。こっちに移動しよう。
音聞こえるかな。あ、聞こえますか。聞こえますか。挨拶してみましょう。片思い中の人見かけたらぎこちなくてもいいよ。今できるのはそれくらい。恋はいつだって遠回り。ドキドキしてくるよね。想像をしただけでほっぺたが凝ってたり手のひらが汗ばんでくる。あ、目が合ってしまったらうつむいてしまうかも。心臓が飛び出そう。緊張をするのは当たり前ね。朝の日差しを味方につけて緑の木々が風に揺れる。素敵な一日のために小鳥たちは歌う。にっこり笑って挨拶してみましょう。はじめは小さな声でもしょうがない。少しずつでいいから大きな声を出すのよ。いつかは振り向いてくれるように。にっこり笑って挨拶してみましょう。片思い中の人見かけたらぎこちなくてもいいよ。今できるのはそれくらい。恋はいつだって遠回り。ありがとうございました。ありがとうございました。ミラーボールさん、ありがとうございます。たくさんミラーボールさん、ありがとうございます。の、あ、違う、間違えた。あ、違う、間違えた。ありがとうです。ありがとうです。ゆいちろうさん、ゆいちろうさん、ゆいちろうさん、あ、ひらがなで書いちゃった。にっこり笑って挨拶してみましょう。じゃあミラーボールの絵描きますね。ありがとうございます。これね、ブルーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうです。ありがとうです。ちょっと、あ、どうしよう。あ、やっぱりいいや。ありがとうです。よいしょ。ちょっと肩が痛くなってきたな。ゆるちゃんの真似するね。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すよ。
メリークリスマス And I love you。 これ一時期流行ってずっとミユコとユッキーナと言ってた。そうミユコとね歌ってね、そうあのねそうリルちゃんにボイスメッセージで送ってた。懐かしい、めっちゃ懐かしい。そう懐かしい、面白かったその時。うん、そうリルネーがその時帰ったのかな、帰ったんですよ。うん、そうなんかね、そうなんかすごい一時期その歌ハマってて、あなたとクリスマスイブずっと歌っててリルちゃんが、うん、本当に面白かった。何にしようかな、待って見えない、一番素敵なクリスマスイブをありがとう、いつも。あ、私これ歌ってみたいんですよね。あ、でもな、初めて歌うからやめとこう。そう、じゃあ暗闇歌おうかな。レッドさん、まだまだ時間ある。うん、あー、太陽は水平線の彼方を目指して、ある描きとが落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない、やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい、やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい、夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない、生きることに傷つきうろたえてうざまでいたい、次の朝がやってくるまでに今持ってるものは捨てよう、丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ミラーボールさん、ありがとうございます。パシャパシャしてますね、ミラーボールさんが。嬉しいです。うん、何しようかな。じゃん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 
天使の湿布なんだったっけね。天使の湿布歌えないんだよね私。サビならわかる。恋はいたずらな天使の尻尾しかわからない、うん、勉強します。うん、バタバタって何ですか。そんな曲ないですよ。そう、なんかジタバタなくってね、ないんですよね。隣になる前にララ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 ラ。レジスタンスどうなったっけ。ちょっと待ってね。なんだっけ、タタ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 、あれ、なんだっけね。うーん、ピーポーピーポー、好きだ好きだ好きだ、ちょっと好きだ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 、かっきくあった、好きだ好きだ好きだ。最近よく行く AKB 局、今日ね、そうなんか寝落ちしちゃってね、そう帰ってる途中に光と影の日々を聞きながら寝落ちしちゃってた。危ない危ない、危なかったです。はい、あ、好きだ好きだ好きだ、恥ずかしさ気にしなきゃ、世界は今よりもバラ色だ、本当のその気持ちオープンしてしまおう。人の目どうだっていい、関係ないだろう。全部無視するぜ。好きな好きなこの胸の想いを泥の真ん中で叫ぶ。好きな君に言わせてくれ。好きだ分かってくれないか。君が好きだだけだ。好きだ好きだ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、皆さん俺もってありがとうございます。私もですよ、なんちゃってありがとうございます。ハート型ウイルス、ハート型ウイルス、ハート型ウイルスのね、あのね、あやふやなんだよね私。ハート型ウイルスに10クロ、呼吸をするたび、ねなねなな、それは僕自身、まるで一つの宇宙、なななななな、愛の手のひらの上、くばくだ、なんか意味がないんだ。風の探せパンやワイン中より大切なもの、アイデンティティを。あ、なんでしょう。
節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しいって聞いてたから悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれっきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。ありがとうございました。ありがとうございました。は上手、自分なりにね、そう歌は上手くなりたいから、個人的にいろいろね、そう最近は頑張ってる、研究してるそうあんまり効果わからないけど、うん、星空は君に、星空は君に、星空を君に、うん、ノーリーさん、バラさん、ありがとうございます。皆さん、そうですね、ミラーボールさん、たくさんありがとうございます。皆さんのおかげで、そう私がパリピになってます。ありがとうございます。よいしょ、出ますね。ヘッドライトを切り裂くように、真っ暗な森を抜けて、車は見知らぬ道を行く。どこまで連れて行くの、ハンドル握っている。あなたは何も教えてくれない。愛とは無限に信じ合うことさ、目の前にその答え。スターライツルじゃない、とっておきの場所へ、星空が一番綺麗に見えるよ。スターライツルじゃない、どうしても君に本当の光を見せてあげたかった。いつだって大切なものは世界の片隅にあるよ。君に君に声は。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま。お、初見さん、フォローさん、お願いします。
初見さんフォローさんお願いいたします。うん、こんばんは。うん、戻った。よいしょ。オッケー、動いた、やった。うん、目が、目が、目じゃなかった、肩が、こんばんは。私は立てる憧れていたステージ体感性拍手と熱気の中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く。一人だけ踊れずに帰り泣いた日もある、思うように歌えずに自信を失った日もある、いつもライバルが輝いて見えた。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。夢は汗の中に目を出してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまで。ありがとうございました。ありがとうございました。お、これはカエルさんですか。カエルさんですか。何の動物だろう。ピーナッツバタークリームかな。トワーさん、ミライトさん、レインボー、アマガエル、アマガエル、アマガエル、レインボータワーさん、アリガタワーです。カリン、じゃあ今日はカエルの絵ですね。いやー、これはカエルじゃないな。あ、カエルっぽいかも。どうですか、カエルっぽいですか。ありがとうです。どう、うん、失礼な、真っ黒黒好きですが、なんてそんなこと言わないでくださいよ。カエルですけど、
カエルなんですけど。カエルですよ。私は、そう、私が見てるカエルは全部こんな感じかな。そう、こんな感じなんですよね。多分そんな皆さんと変わんないとは思うんですけれども。お、じゃあ今日は45分までしますね。バタバタタカヒロさん、ハートさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あとじゃあ2曲くらいかな。うーん、知ったのなんて呼べたのはいつだろう。耐えるかわかんないけど。ああ、あー、世界はどこまで青空なんだろう。ああ、ここから地平の彼方に目を細めた。ああ、どこかで誰かが泣いてはいないか。日差しがこのまま続けばいいけれど、晴れていてほしい、澄み切ってほしい。悲しみは風に流されて、何もない空を、美しい空を、青空を僕は信じる。これってどこまでが一番なの？突然予期せぬ嵐が来たって、ああ、あなたは絶望をなんかしてはいけない。待っていてほしい、見上げててほしい。この空は立ち直ってゆく。太陽は昇り、そしてまた沈み、永遠に光輝く。おお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 お、遠くまで愛を伝えよう。一つだけの真実、恋見たよ星を見ているか。新しい明日の日差しを、全てを真っ暗にしてから、みんなでやり直そうぜ。世界はどこまで青空なんだろう。ああ、ここから果てまでまさをならいいのに。微笑んでほしい、泣かないでほしい。幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望だ。おお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 
僕たちは叫び続けよう。争うことのない世界へ。青空を僕は祈ろう。ありがとうございました。はい。じゃあそれではね、お決まりの。47を歌いましょう。どうしようかな。皆さんあれですね、47ね、47の、そう、最初から言っときます、新潟バージョンにしますだってそう、絶対どっかでつまずいちゃうから、最初からそうですね、新潟にしますね。うん、はい。空を見上げて誰かのこと思ってますか？今すぐに会いたくなった、誰かいるって言って、幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。会いたいと思ってるのに、ここのところご無沙汰でした。目を閉じて顔が浮かぶ大事な人君だ。悲しいことがあった時には話を聞いてほしい。47の素敵なあの街へ何を話そうかと考えながら、のんびりと景色を眺めドキドキするのが楽しくて。新潟、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 イエーイ。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる。
だなって日本全国の友達と笑顔の輪ありがとうございました。はい、お、初見さん、初見さんフォローさんお願いいたします。はい、皆さん本日はありがとうございました。ちょっと、はい、ありがとうございました。スランプくんさん、ハートさん、ありがとうございます。じゃあそれではランキング読もうかと思います。はい、ランキング見ますね。13位ゆきたんさん、ありがとうございます。12位台湾やららしさん、ありがとうございます。11位ココナッツさん、ありがとうございます。10位かほさん、ありがとうございます。9位のーりーさん、ありがとうございます。8位りょうくんさん、まめしばさん、ありがとうございます。7位つぶさん、ねこさん、ありがとうございます。6位北海道のぐんまにやさん、ありがとうございます。5位かっちゃんさん、ありがとうございます。4位エアーさん、ありがとうございます。3位ミライトさん、ありがとうございます。ありがとうです。2位あっちさん、ありがとうございます。ありがとうです。1位ゆいちろうさん、ありがとうございました。ありがとうです。はい、ありがとうございました。皆さん、そうですね、今日も一日お疲れ様です。ありがとうございました。それでは皆さん、たくさんいい夢見ましょうね。はい、さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。